り、ゴミはブンブクエコエコ、いいのよくしろう、ザビエル、ザ・ビ・エ・ル。先生、トイレ。先生はトイレじゃありません。あ、いつも言われる。先生、これってテストに出ますか？出ません。まだでは楽しめる世の中の出来事、わからないことをなくしちゃえ。わかれば広がる僕らの世界に、叶えられる夢が待っている。さあさあ、2回目ですが、6号3号89299号02884199号02839373];װװ││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 ></紹介させていただきます。はい、背番号6番松由里です。背番号8番平田奈美恵です。背番号7番渡部ゆめです。背番号3番野々美由紀です。背番号1番堀井美恵です。私たちガールズユニットハニートラップです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、皆さんちょっと待って、めちゃくちゃ上手だったんだけど。これ上手だった。ありがとうございます。ちょっともう一回みんなでじゃあ拍手してもいい？いいよ。皆さん、あのダンスが上手だったのでみんなに拍手。イエーイ。なんとも久しぶりのイベントで、もう楽しみ楽しみ楽しみなんですよ。楽しみがあふれ出てるんですけど、皆さんにもね、ぜひたくさん楽しんでいただきたいんですけど、まあこういうご時世なのでね、周りの方のことを考えても全力で全力で楽しんでいただけたらいいなと思ってます。よろしくお願いします。お願いします。はい、そして私たちハニートラップはですね、なんと先日7月7日に1歳の誕生日を迎えまして、1歳になりました。ね、1歳になりたてほやほやの、1歳になってから初めてのイベントなので、あのこうやってね、あの浴衣まで着ちゃって、あの気合十分でステージに立たせてもらってます。みみ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 いろんなところで活動していくので、そちらのイベントにも遊びに来てくれると嬉しいです。はい、はい、そうですね、はい、今聞いていただいた、はい、あの、はい、リーダーが演習率を2回とも間違えずに言えた。すごいね。やっぱりめっちゃ緊張した。緊張したの？めっちゃ緊張した。いつもそんな緊張してんの？いつもいつもじゃないの？もうだいぶ慣れてくるじゃん、やっぱ何回もいろんなところでパフォーマンスをしてるからさ。でも今日久々に、まあ、1歳になったっていうさ、1歳だからちょっと成長した姿もさ、見せないといけないなと思って、あのみんなで待機してる時とかもめちゃめちゃ緊張した。一人でね、ずっと集中してたもん。集中派の人間だからね。今まで間違えたことないです？ある。
あるの、まあ、あるんかい、ステージでは、あ、配信の、やっぱ最近はね、なんかこういう時期ということもあって、私たちあの、ライブ配信とかもよくやってるんですけど、ライブ配信で一回間違えたことありますね。でもさ、今日のさ、朝一のさ、練習でさ、間違えたときじゃん。いや、ほんとそれ、すぐ見たよ。確かに、成功してよかったね、今日。めちゃめちゃないやん。そうだね、今度やってもらおうな、みたいに。そうですね、メンバーみんなにもやってもらえるようにね、はい、したいなと思います。はい、MV 見て勉強しておきます。そうですね、ミュージックビデオがね、はい、そうなんです、 YouTube に公開されてるので、まだ見たことないよっていう方は、まあ、いないとは思いますけど、万が一いらっしゃいましたら、ハニトラの法則って YouTube で検索していただけると嬉しいです。そしてたくさん聞いてください。お願いします。お願いします。はい、ということで今日はですね、はいはい、ビアガーデン、はい、のイベントということで、こう周りにはね、本当にたくさん美味しそうな、もうね、さっきからね、私は気になって仕方ない、たこ焼き、焼きそばが見えて仕方がない、旗がね、もうちょうど見えるね。もう私もね、お腹がペコペコしてきたんで、ペコペコしてきた、ね、焼きそばちょっといただきたいなと思ってるんですけど、まあ、皆さんもね、ぜひたくさんの屋台もありますので、ぜひそちらの方もね、ちょくちょく食べながら、私たちの、はい、あの配信じゃないわ、間違えて、いつも配信してるから配信なりでね、言っちゃうんだけど、あのね、皆さんもぜひあの座って、私たちのパフォーマンスも楽しんでいただけたら嬉しいなと思っております。はい、はい、この、ね、はい、イベントはですね、10月25日までに、うん、25日まで開催してる長い長いイベントになってるので、ね、うん、皆さん何回も何回も来て、あの屋台のね、店員さんとかに顔を覚えてもらえるように、たくさん遊びに行きましょう。私たちもね、あの5人で来れたらいいよね。そうだね、こうやってさ、海からさ、めちゃめちゃ近いからさ、すごい来やすいよね、うん、来やすい、ね、金山総合。ビアガーデン、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということでですね、はい、あの後半戦にね、はい、行きたいんですけど、はい、私たちですね、ありがとう、後半戦に行きたいんですけど、私たちね、あのこの夏にですね、まあ、7月7日にゆりちゃんがさっき1歳を迎えたって言ってくれたんですけど、このバースデー配信の時に、なんと私たちの新しい曲、新曲が完成しました。いつ手元に届くとか、なんか情報は来てます、リーダー。ですね、新曲情報っていうの、新曲、はいはいはい、新曲、新着、新着メールね、新着情報ね、新着情報があります。はい、あのハニートラップね、あの今ハニトラの法則っていうさっき披露した曲が私たちのオリジナル曲なんですけど、はい、次あの、発売する曲はですね、8月下旬頃、おお、 CD として発売予定でございます。ちょっとこの時期でこうやっぱあのリリースのイベントだったりとか、そういうものがね、まだちょっと確定していない部分もあるので、ちょっとまだ未定なところもたくさんあるんですけど、8月下旬頃にですね、私たちの新曲を披露できるんじゃないかなと思いますので、ぜひね、はい、なんか今は事務所でですね、私たちあの物販とか、物販っていうんですか、そのグッズ販売みたいなものとかもやっているんですけど、ぜひ CD がね、発売した際にはたくさんの人の手元にね、やっぱ遠い方とかもね、いっぱいいると思うので、たくさんの人の手元に届けられたらいいなと思っているので、ぜひ Twitter だったりとか Instagram とかもやっているので、そちらのチェックもよろしくお願いします。お願いします。はい、はい、あの、はい、バースデー配信のことを思い返すと、うん、はい、もう前奏ぐらいしかまでしか聞こえてないです。そうなんですよ。本当に気になるんですが、うん、はい、今日なんと、はい、曲を流しちゃいます。はい、なんていうんですか、イベントで流すのは初めてなので、うん、ぜひ皆さん耳を澄まして聴いていただけたらなと思います。はい、ということで、私たちのちょっと待って、はい、後ろの人も巻き込んでいい？あ、どうぞ。あの、すいません、後ろでご飯食べてる方たち、今から私たちの新曲が流れますので、よかったら聴いてください。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあね、まだちょっと曲名はね、あの、言ってないので。そっか、ね、はい、それでは私たちの8月下旬頃発売の曲、はい、聴いていただきましょう。どうぞどうぞ。ドキドキ、
決まって送ってくる。お決まりスタンプ記録にしてスルー。私にハマってるなって思わせくる。だけどあなたはいつでもいわゆる装飾くる。かわいい感じだね。かわいい。自前の上出来仕上がり抜群ネイル。乗れるアプリでふんわりゆるくつす。ふと気がついたらあなたに送っていい。広めて欲しいなと思います。身内とか友達とかすぐ広めてくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。8月下旬にこうご期待ですね。はい、あ、楽しみだ。さあ、それではですね、次は私たちのパフォーマンスに移っていきたいと思うんですが、はい、次の曲はですね、東松ゆりちゃんと野々、はい、みゆきちゃんに歌を歌っていただきたいと思います。ドキドキする。夏らしい曲を用意しました、はい、絶対皆さん知ってる曲だと思います、うん、絶対知ってる曲を選びました、うん、おいいね。じゃあ、うん、皆さん最後まで一緒に盛り上がっててください。じゃあゆりちゃんたちよろしくお願いします。ということで、はい、本当に絶対に知ってる曲なんですよ。そうですね、歌えちゃうぐらい絶対皆さん知ってるんですよ。でも絶対知ってる。なので手拍子でもいいですし、一緒に歌うでもいいですし、一緒になんか楽しんでいただけたらいいなと思います、うん、お願いします。それでは聴いてください。ホワイトベリーさんで夏祭り。君がいた夏は遠い夢の中、空に消えてった打ち上げ花火。皆さん楽しんでいきましょう。
りたいよね。はい、もう一回やります。もう一回やります。ます毎回じゃあ、ええー、って言ってくださいね。いきますよ。次で最後の曲です。ありがとうございます。楽しい。はい、ということで次の曲はですね。はい。ブン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 。うん。ブン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 回してほしい曲なので、はい、タオルだったり拳だったりビールは持ってる、あ、持ってますね、中身だけ出さないように気をつけて一緒にブン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 振り回してくれると嬉しいです。はい、それではミュージックスタート。いいですか、拳、拳でもいいですよ、携帯だとちょっと後から見るとね酔っちゃうので頭とか一緒に回してください。はい、大きかった。隣で大きかった。でもね、
皆さんの声もちゃんと聞こえた。ありがとうございます。ありがとうございます。また、ね、今日はあれだよね、浴衣バージョンでなんか踊りをね、ちょっと確かに PK というか、まあ、浴衣っぽく踊ってみたんだけどね、普段はもうガツガツ踊ったりしてる曲とかもありますのでね、ぜひまた違うイベントであったりとか、YouTube とかにもね動画を上げてるのでぜひ見ていただき、いっぱい上がってますもん、踊ってみた動画とかが、うん、上がってるので、ぜひね YouTube とかお家帰ったらまずはチェックしてみてください。はい、それでは終了したいと思います。皆さん本日はありがとうございました。